まあちょっと言えることはもう絶対あれやね、近距離はもう絶対数時間度の方が強い、それは確定で言える。もう吸い付くもんしっかり。あと元々の感度、その反応曲線も高いから余計ロー戦士になるからすげえ低く感じる。俺も使ってる。こんなゴミしか落ちてないの。いや、引っ掛けてくるか。逃げてったな、人。俺は高感度にしやんでもいいと思うけどな。低感度の方が利点多いからね。安定するのがいっちゃん大事やから、特にパッド使ってたらさ、言うたら火力を求められやすいわけやん、どっちかというと味方からは。そう考えた時に毎回しっかり100ダメージ、まあ、50ダメージでも100ダメージでもいいけど出せる人の方がそりゃいいよね。気持ちよくなりたいとかやったら全然俺好感度の方が絶対楽しいと思うからいいと思うけど、それやと弾当たらんのよなマジで。高感度で弾当てれるのはね、もう若いうちだけ。これはもう無理。他の PC のゲーム、バロランドとか最近やってるけど、やっぱ高い感度無理やもん。感度の沼にハマったらどうしよっか、どうしよっか。感度の沼にハマったらもうあれよ。一回、沼ってる感度の中で、一番高い設定にして、感度が高い設定にして、そっからちょっとこう、戦いながらね、どんどん下げていく方式で、もう、一回下げたらもう絶対上げないっていうやり方でやるといいよ。ちなみに俺は今それをやってる。反応曲線を自分の感覚の中で、自分がこう悩んでるやつの中で一番速いのにして、そこからこう反応曲線だんだん上げていくことによって、こういう感じかな。そう、しばらく同じ感度でやった方がいいっていうのはせやねんけど、しばらく同じ感度でやるための感度を決めるやつをやってる。だからその自分でこの感度っていうのを2日3日かけて決めるんよ。で、そっからはもうその感度使い続けたらいい。適当にこの感度ってしてその感度使い続けるのはちょっと酷やと思うし、自分的には納得いかんやろ。だからそういう時はもう2日3日かけてちゃんと自分で期間決めて、この感度にしようって決めてからずっと使うのがいいと思う。そう、もう本当にね、やり方なんて無限にあるから自分のやりやすい方法でいいよ。俺はそうしてるだけやし。うん、そう、それも手を沼るの嫌やから数字でやってるって人も大正解。向こうに敵がいます。見えねえ。スパロ、もう1パーティーどこへ消えた。後ろおるな。バンテージのウルトはね、ちょっと確かにガバイかもね、判定が。まあでも、そんなもんちゃう。弾大きいんちゃう、ちょっとだけ。やりにき。スーパーロめんどくせえ。ランパート、お前がいっちゃん強い。手本になるようなプレイ見せます。見せれるかな。ん？どこ行った？こっち集まりすぎな。
どうなってんの。あっち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 あっわお、ははっ、オーマイガー、ナイス、アーマーストップ、アーマーストップ、いいよ、もう4発使った、倒せる倒せる倒せる、惜しい、神グレやろそれは、頑張って時間稼いだのに、これは知らない。そう、バンティージはついてるよ、アシスト3倍8倍やったっけ、神グレに歪まされた。あの状況やったら俺がアーマースワップしてもワトソンがアーマースワップしてもいけるかな。なんで G7 じゃなくてチャーラーなの。ホライゾン使ってる人でね、 G7 めっちゃ使ってる人あんまおらんちゃう。結構難しいよホライゾンの G7、 結構難しいよ G7、 結構こう一発一発こう2個もしなあかんから、多分地上で撃つ武器やと思う。まあ俺全然チャーラーなしでもいけるけどね。んだこれなしでも別に戦えるからね。ナイスナイス。ナイス。スカルトタウン帰ってきたと思ったけどさ、正直みんなどう、微妙やな。ヒカルタウンちっちゃくね。なんか求めてたんと違うねんけど、俺あのわちゃわちゃ感を求めてたのに。ちょっとだけがっかりしたよな、この。もともとスカルタウン知ってる人ならわかると思うけど、狭くね。バカ狭くね、しかも。物資まずいし、なんなら。な、基礎劣化して帰ってきたよな。そんな言うなら俺 G7 使おう。使わせていただきます。じゃあ。多分ね、ホライゾンで G7 作られたらカービン使った方が強いと思う。正直ね。なんかそう言ってたら G7 セット出来上がってきた。ライブ久々？久々。まあ、スイッチでやってるからね、最近。よかったら、スイッチの方もチェックしてみてください。まあ、結構、APEX マジ、今、まだ俺、5レベル遅れてぐらいってことは、お察しやけど。こっち側美味しい。俺、こっち初めて来てんけど。壁際の方が美味しいな。なんなら、初めて来たわ、俺、ここ。すげえ。通り抜けれるん。意外とうまいわ。びっくりした。ヘルメットないかな。こっち側クソうまいな。え、こっち側降りた方が強いんじゃん、このマップ。うっ、俺のヘルメット。アンチやばいって。みんな的には結構やってるランク、今シーズン。みんなはどう思ってんのかな、この仕様。キルポ？いや、最近さ、最近ってか数日前さ、ニル君と LINE してて、今ハンバーグ屋に並んでるんすけど、今から来ませんって言われたんよ。遅ない？今ハンバーグ屋に並んでる時に、そこの場所から30分ぐらいかかる俺を呼ぶねんで、しかも一人でハンバーグ屋並んでるっていうね。びっくりしたよね、さすがに。ナイス。フレーバー？もしかして今の。あ、ホライゾンでも G7 強いわ。ごめん、さっき言ってたけど。強かったわ、G7。ごめん、ごめん。俺が悪かった。G7 強かったわ、ホライゾンで。さっき言ってたけど。全然強かったっす。はい。チャーライ捨てろということですね、僕に。チャーライ好きだろ。チャーライ楽しいもんだって。G7 やったらさ、倒せる距離決まってるやん。チャーライ楽しいんよ、ほんまに。まあまあ、クレーバーの方がそれは楽しいんで使いますけど、そりゃね。そりゃそりゃそりゃそうですよ。そりゃもちろん。こんにちは。よっしゃ、挟んじゃおうぜよ。挟んじゃおう、挟んじゃおう。
いいよいいよ、やっちゃ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 、オーマイガシ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 、これはオーマイガシ、やばいっす、それは。また、よっしゃー邪魔いや、これは一応耐えたぞ、でも俺は。ナイスナイスナイス、あと一人、あと一人、一回起こしても、一回起こしても、一回逃げよ、一回逃げよ、一回逃げよ、ごめん。え、行くの、やっちゃうの。ナイス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 、完璧完璧、お前がナンバーワンだ。これは一旦引くのが吉だと思います。オッケーオッケー、お前がナンバーワン、マジで。いや、あそこニューキャッスルで起こされてたら終わってたな。気合のショットガンクレーバープラチナ4なんですけど、どうすれば終わりますか。生き残りましょう。めっちゃ芋っていい、全然もう芋り散らかしていいと。どんどん敵戦ってくれて、どうせ死にまくるから、もうほんまにそのスナイパーとか2人とか3人で持って一生ちょめちょめしてるだけでいい。でアンチ多少外れてもいいから、日本高台キープ、リパルサー、リリック、航空基地、ランオフ、まあ周り砲台とか、あんまり中心の方を降りん方がいいかな、金キャニは。そりゃさ、クソ強い人は別に真ん中降りて。え、当たらんの今の、なんで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 やねんねんねん。いやー、これ挟まれるな。ファーストはなんでやねん、ナイス、なんでやねん。俺クレイバー下手、もしかしてクレイバーとかですか。まあまあうまいと思ってていいよな、自分で。気のせいやったみたい。まあ動くな、お前マジ動くな、動いてんちゃうぞ。うん、ボボ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 まれますね。落ち着いて上取ろ、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 落ち着いて上取ろ。これイージー挟まれします、イージー挟まれ、イージー挟まれしちゃうよ。気持ちよくなりすぎ、それカバーはするから。後ろからも俺ら挟まれちゃうよこれ。ナイスナイス、飛べ飛べ飛べ、ナイスナイスナイス、飛んだら倒していい、飛んだら倒していい、これは飛んだら倒していいです。おおおおおお、やってるやってるやってる、あっちはあっちで。俺がいつも歯茎出してる側やからあんま言えへんねんけど、あれは出しすぎや、あれしたらあかん、ほんまに。あの周りの舞台がスタンバってんのに行くやつな、あれはやったらあかんで。マットマギー使ってたら多分ね、気持ちよくなっちゃうよ、速いもん足。クレーバーちゃんと当てな、クレーバーでやっちまえ。なんで当たってよ、ちょっとぐらい。いや、これは一発は最後に残しとこう。こっち側に来てもらったら困るから、飛べ飛べ、ナイスナイスナイス、飛び、それよっしゃ、いった、ナイス、それクソでかい、マジで。やってまえ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 、マジで。ここでクレーバーを、クレーバーを打って、絶対普通に打った方が良かったよ今。伸びね、ナーイス、絶対普通に打ったら倒せたよ今。
ねえ、まあ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 、いや、ちょっと待って、クレイバー活躍なしって言ったやん。あの、近距離6メートルぐらいから撃ったホライゾンの兵士を思い出してよ。あれクレイバーやし、ニューキャッスルのシールドを止めたのもクレイバーです。味方にダメージ負けてます。クレイバーショットガンでした。